どうも、岡田です。今日はですね、こちらまずユニクロ U のフリースなんですけども、なんだかんだで一番売れたんじゃないかなと思います。で、まずね、こちらレザーのね、紐に付け替えました。これでね、少しオリジナリティが出たんじゃないかなと思います。ということで、今日はこのユニクロ U のフリースを使った僕なりの、着回し動画っていうのをいつもね、この辺でやっていきたいと思います。これね、ほんと僕はね、かっこいいと思います。ということで、いきましょう。一応ね、今日着る服をこういう風にね、並べてみました。まあ、どんな感じになるかね、僕も楽しみです。いや、このね、フリース、すごく感じが良くて僕は好きですね。うん、ここね、レーザーがまたいいんじゃないでしょうか。では、いきましょう。はい、ではね、準備できましたので着ていきたいと思います。結構ね、多分いろいろ楽しめる着こなしができるんじゃないかなとか思いつつ、では実際着てみたいと思います。はい、ではね、まず一つ目着てみました。足元からですね、ドクターマーチンのタッセルローファーでジョンブルのワイドパンツ履きました。で、インナーにユニクロ U のモックネック T シャツとオープンカラーシャツという感じの組み合わせでございます。このね、カーディガンはやっぱりこうボリュームはあるなっていう風に改めてね、感じましたね。ほんと好き好きははっきり分かれるだろうなっていうような印象ですね。僕はね、好き好きというか、今までに着たことがないものなので、新たなこう何服装洋服を手に入れたことで、いろんな着こなしがね、僕楽しめるんじゃないかなと思って、気に入っております。一応ね、新品の状態からですね、2回ほどおしゃれ着洗いみたいな感じで、洗ったんですよ。そしたらだいぶね、丸みは帯びてきて、あとはね、体に馴染ませるっていう意味で、もう何回も何回も着なきゃいけないなっていうような感じですね。そしたらまたね、随分馴染みが出てきて、自分の体のね、ラインにね、合ってくるような気がします。このね、雰囲気ね、結構僕好きなんですけどね、どうでしょうか？こんな感じで、まず一つ目はね、少し綺麗めな感じで合わせてみました。はい、続きまして二つ目ですね。一番最初に着ていたユニクロ U のクロップド丈の、パンツに、これがですね、ユニクロ U 春に出たコットンニットなんですよ。それをね、もう一度着てみました。で、上から、カーディガンですね。これね、だんだんね、着方が僕の中で分かってきましたね。しっかり前にね、着ちゃうと、こう、やっぱ肩が張って、より張って見えるので、分かるかな？このラインがあるんですけども、少し後ろにね、ずらすような感じで着たら、すっぽりね、なんかね、ハマるような感じがしますね。だんだんね、やっぱね、こうやって新しいアイテムって、やっぱ着方が分かんないと不安じゃないですか。まあね、いくつか着ていく、何個か着ていくうちに、自分の中でベスポジがあるはずなので、そのあたりもね、新しい服っていうのは、まあ、発見があって面白いんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、雰囲気も少し綺麗めな感じで僕は好きです。ということでね、次はね、カジュアル系でいこうと思います。いや、なんかね、だんだんね、着方が分かってきて、非常にね、楽しくなってきましたね。なるほど、これはこういう風に着るんだ。やっぱね、新しいものってね、発見があるから楽しいですね。はい、続きましてですね、こういったような雰囲気にしてみましたが、いかがでしょうか。足元からティマイのブーツですね。やっとね、これがね、履ける時期になってきたんじゃないかなと思います。お気に入りです。で、パンツ、デニムパンツです。これはジョンブルのデニムパンツ。お尻大きめ、腰履きゆったりなデニムパンツでございます。で、インナーにユニクロ JW アンダーソンのネルシャツです。去年のものになるんですけども、このね、パターンがすごく好きなんですよ。で、上に GU のカレッジスウェット。これやっぱりね、このネルシャツを着てからのスウェット、これ懐かしい着こなしだと思いませんか。で、上にフリース着てみました。まあ、今までだったら、本来だったら僕もね、昔こういったような着こなししてたんですけども、やっぱりフリースだったら、ユニクロ当時ね、むちゃくちゃ流行った時期があったんですよね。ユニクロのフリースって、その時はやっぱりこうスタンドというかですね、襟付きのフリースを着て、こういったようなインナーを着てました。そこにね、今年はやっぱりこうカーディガン式の感じのフリース取り入れることによって、トレンド性もね、多少は取り込みつつ、こうオリジナルな着方っていうのがね、楽しめるんじゃないかなと思います。いや、このね、カーディガンいいな。ほんといろんな着方に
変身するというか万能アイテムなんじゃないかなと思います。まあ、前を閉めたら完全にね、防寒着として着られるので、今日のね感じだったら多分12月いっぱい余裕だなっていうような気がする。それぐらいね、もう厚手の着こなしにはなるんですけども、いやこの雰囲気どうでしょう。僕すごく好きなんですけども、色がねやっぱ僕今までそんなに、ね、ベージュって着たことがなかったんですけども、意外といいかもしれないな。で素材感がすごく好きで、ここのね少しこうゆったりシルエット、このあたりもすごく使えるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。いやこれだんだん楽しくなってきたな。この組み合わせすごく好きです。いやいいいいいい、これは非常に楽しい、自分がかなり楽しんできてますね。じゃあ次行きましょうか。はい、続きましてですね、少し崩し気味のストリートっぽい感じのスタイルにしてみました。足元からナイキのですね SB ブレザーですね。で、パンツがリーバイスレッドを履いております。これデザインやっぱりいいですよね。でインナーにですね GU のパーカーです。スウェットのパーカーで去年のものなんですけども、一応インナーはねこれ L サイズなんですよ。で、フリースこれは M サイズということで、どうでしょうか。こういう感じもやっぱりありですね。というか多分ねこのフリースにフードはこれを購入した動画で確か合わせたような気がするんですけども、これ間違いないなっていう合わせ方の僕一つだと思います。やっぱりねこの新しい感じの服を着るっていうのは本当ね、いろいろ着ていくうちに、あ、自分の中でこういう風に着たら自分が好きな感じなんだな、あんまり好きじゃない感じなんだなっていうのがいろいろ見つけられるから面白いですよね。でね、キャップをねこういう風に被ることによって若干の有形的な感じのスタイルを意識してみました。これはね本当定番的な服装の一つだと思いますので、いろいろねこうなんていうかな、間違いはねないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。やっぱこのねフリースカーディガン買っといてよかった。なんか自分自身のこう洋服の幅がねほんと広がっているような気がしますね。ということで、最後は少しきれいめな感じで締めたいと思います。いやこれはねほんと買っといてよかったなって思える一着になりましたね。最初全然人気がないかして売れてなかったんですけども、どん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 売り切れていっているような感じ、女性からのね支持がかなりあったみたいで、いやこれほんとなんかヒット作、ある意味いろんな意味でヒット作になるんじゃないかなと思います。まあ、賛否両論いろいろあると思うんですけども、僕はねこのデザイン全然ねこう今後秋冬もう寒くなるに従って使えるアイテムになるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。ということで最後いきたいと思います。はい、最後はこういったようなねコーディネート組み合わせてみましたが、いかがでしょうか。普段ねあまりしないようなカラーリングですね。足元からブルーオーバーのスニーカー履いて、ユニクロ U のパンツ履きました。でインナーにですね無印良品のオーバーサイズの、オックスフォードシャツを着てみました。でサコッシュつけてカーディガン。でこのね組み合わせ普段ほとんどしないカラーリングなんですけども、合わせてねさっき鏡で見たところ結構ありなんじゃないかなと思いました。どうでしょうか。後ろから見たらねこういったようなシルエットですね。でこのねユニクロ U のフリースはまあ今日ねいくつか合わせてみたんですけども、あこういった合わせ方、まあこういう風に着ていったらあこんな感じになるんだっていうのをですね、まあ後でまた自分でチェックしたいと思うんですけども、これねほんとね買っててよかった一着に入るな。これほんと今までにない雰囲気を手に入れたような感じがするので、非常にねこう得した気分のアイテムになったんじゃないかなと思います。あとはねほんと何回も言うんですけども、着ていくうちにやっぱり馴染みって洋服って出てくると思いますので、そこがねまた1ヶ月2ヶ月後どんな感じになるかですね、楽しみなアイテムになるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。最後のね僕ねベージュコーデ非常にね気に入ったような感じですね。いやまたね新たな発見をしましたね。ということで久しぶりにこちらニューハッタンのベージュのコーデュロイのキャップかぶってみました。それでねこちらでしたね。今日はユニクロ U のフリースカーデガン、最初ね全然売れてなかったんですけど急に売れ始めてもう完売状態という形のアイテムで、今日はね最初はこういったように
レザーをね、こことここに2箇所つけて、少しオリジナル感を出してみましたという感じで、いかがでしたでしょうか。あとね、もう何回かね、洗っていくうちに生地もね、だんだん馴染んでくるし、まあ着ることによって自分のね、ボディラインにもね、馴染んでくると思いますので、まあそのあたりは、まあ長い目で見つつですね、いろんな組み合わせ今日ほんとしたんですけども、どん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 まだまだ知らないね、組み合わせあると思いますので、楽しみにしたいと思いますと。あとね、個人的に、後で動画で見て、あ、もっとこうしよう、ああしようっていうのが見つかると思いますので。まあね、今日はね、このユニクロ U のフリースのコーディネートという形でございました。では、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。まあ、結構ね、好き好きあったらしいんですけども、なんだかんだで多分一番売れたアイテムなんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。